こんにちは、雑談です。なんかね、ポピュラーエアソフトさんっていう、まあ、イギリスにある、まあ、エアソフト関係のウェブやってる会社さんがあって、まあ、そこで、まあ、毎年エアソフトガンプレイヤーズチョイスアワードでしたっけとかやってて、まあ、今年はね全然触れなかったんですけど、なんかよくわからないけどプレイヤーズエアソフトプレイヤーっていうやつかな、まあ、それにノミネートされてるみたいです。なんか投票を多分された方がいらっしゃるんですよね。ありがとうございます。まあ、特に今年はね、まあ、メインチャンネルで宣伝したりとかもしないんですけど、まあ、よかったらっていう感じですね。なんか投票したら抽選でなんかねエアガンとかもらえるみたいなんで、まあ、そういうの、よかったらチャンスになると思うので、まあ、気になる方はご応募いただければと思います。というわけで、まあ、本当だったらね YouTube チャンネルとか去年はねなんか盛り上げて、なんかねフロンティアさんもアジア地区のエアガンショップみたいな感じでねノミネートされたんですけど、まあ、今年は特にないかなっていう感じですよね。はい。まあ、毎度のごとく、まあね、東京マルシェさんとかいくつかの有名なメディア関係の方々はね入ってるみたいです。まあ、今年もダメでしょうね。まあ、個人的に思うのは一体何票入ったかっていうのは全然わかんないですよね。なのでちょっとね不透明感がまあ、第三者的に見て感じるのであんまりもう取り上げなくなったんですよね。まあ、サブチャンネルで取り上げてるじゃんっていう感じなんですけど、まあ、サブチャンネルとか見てる人少ないと思うんでね、はい。まあ、とりあえず紹介してみました。まあ、特にそうですね、まあ、もし選ばれたらまた紹介するかなっていう感じですね。はい。というわけで、エアガンプレイヤーズチョイスアワードについて、まあ、簡単に雑談だとしてみました。最後までご視聴いただいてありがとうございました。